三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初のニュースはこちらです。国連安保理緊急会合、北朝鮮のミサイル発射で一致した対応を示せず。国連安全保障理事会は20日、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて非公開の緊急会合を開きました。欧米各国が発射を非難し、安保理の決議違反だとして声明の取りまとめを求めましたが、中国とロシアが反対し、一致した対応を示すことはできませんでした。ちょうどというか、なんというか、衆院選の公示の日、19日に弾道ミサイルを発射した、それが潜水艦から発射したものだということを翌日発表しました。まあ、そういうね、どういうような日程でやってるか知らないけど、いずれにしろ彼らは持っているミサイルを、開発をどん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 続けてるわけで、はい、それと政治的な意味のある、まあ、タイミングで撃ってるだけで、うん、でその何をやってるかって、一つはもちろん抑止力もしくは軍事力の強化だけど、はい、かまってほしいわけですよね。かまってほしい、ね、俺たちこんなに強いもん持ってるんだぞ、だったらお前ちゃんとあれだ、経済制裁やめろとかね、うん、思ってるんだけど、うん、はい、まあそれは安保理の経済制裁があるのかもしれないけど、安保理決議これから作んなきゃいけないとか、そういう形になった時にね、うん、中国とロシアがアメリカとは結果してるわけですよね、簡単には。だから北朝鮮がかまってかまってかまって言ってもね、だけど安保理の中で米中ロのこの力関係が変わらないわけだから、はい、ですから安保理は残念ながら、まあ、私が言っちゃこれは身も蓋もないんだけど、なかなか機能しないわけですよね。でしかもこのうち2カ国が拒否権持ってるわけですから、はい、そしたら物事は動かないですよね。うーん、まあ、日本も頑張って昔は安保理改革とかね、国連改革やったんだけど、はい、結局この人たちに拒否権を与えた段階で、うん、ある程度、まあ、今の状況は見えてたんでしょうな。うん、冷戦がああいう形であるとは思わなかったのかもしれないけど、うん、残念ですけど、これやっぱり当分物事は動かないでしょうね。もうそうするとこういう、こう国連の場ではなく別のところで外交的な努力という形になりますか。そうですね。まあ、ですから残念ですけど、国連が考えたその紛争解決、うん、もしくは問題の解決のメカニズムっていうのは機能しない部分だけね、はい、やはり二国間もしくは多国間で国連の枠の外で物事をある程度処理せざるを得ないとなると、はい、難しいですよね。まあ、その辺を、まあ、国連憲章の中でも集団的自衛権であったりとかというところで、まあ、部分的にというか、まあ、認めていっているというようなことがあるわけですね。皆さんご存知だと思いますけど、今はい、韓国に駐留しているのはこれ国連軍なんですよ、ね、でいわゆるその国連憲章が想定していた国連軍とは微妙に違うんだけれども、一応どさくさに紛れてって言ったら悪いんだけど、1950年代だからまだ熱気があったのか分からないけど、はい、ソ連、当時のソ連が欠席したこともあったんだけども、国連機を使う国連軍ができた、うん、数少ない例の一つですよね。ですけど、それでも残念ながら憲章が考えるような形の解決には動かなかったですよね。ですからそうなるとね、まあこれどのような形で解決していくかって、私も実は答えがあるわけじゃないけれども、当分睨み合いが続くってことでしょうか。だからその中でもう北は完全に核兵器を持ちつつあるわけですから、はい、状況が大きく変わっていって、うん、でじゃあ停戦かと、じゃあ休戦かと、いやもう平和条約だと言ったら、じゃあ国連軍どうなるの、在韓米軍どうなるの、はい、それがこの地域に与える抑止力もしくは安定の、まあ、礎ですよね。そういったものが変わっていけば、これ日本の安全保障にも当然影響があるんで、これぼーっとするわけにはいかない。かといって物事は動かない。イライラしますね。でもこの状態っていうのをこうが続くことも考えなきゃいけない。はい、でもそれで現状維持するということも大事なことですからね。解決ができないんであれば、少なくとも現状が悪い方向に動かないようにすることは大事だと。先ほどの話にもありましたけれども、そこで北朝鮮がどんどんこう武器を持っていくということになると、じゃあどう抑止するだとかっていうことになっていくわけ。まずは国連安保理の緊急会合についてでありました。おはようニュースネットワーク。
今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。オーカス、将来は日本参加も。イギリス軍の制服組トップが認識を示す。オーカスとはアメリカ、イギリス、オーストラリア3カ国による安全保障の枠組みのことです。これを踏まえた上でこのニュースです。イギリス軍の制服組トップカーター国防参謀長はアメリカのシンクタンクの新アメリカ安全保障センター CNAS が開いたイベントでオーカスについて日本などを含める形で拡大する可能性があるとの認識を示しました。オーカスは排他的に設計されていないというふうに答えたそうですが、うん、ね、はい、まあ、このシーナスというのはアメリカのシンクタンクなんですけどね、はい、イギリス の, この司令官だか参謀長がね、うんうんうん、まあ、自由に喋るのはいいんだけど、はい、まあ、それはそれ軍人の一つの見識であろうとは思いますけど、うんうんうん、これは将来日本が参加するかしないかとかね、はい、これオーカスというのはいい意味で申し上げるけれどもこれ軍事同盟ですから、うん、クワッドとは違うんですよね。クワッドっていうのは政治的な対話の枠組みだけれども、うん、はい、オーカスっていうのはもうアメリカっていうか王だからオーストラリア、はい、イギリス、アメリカの順ですよね、これってあれですよ、太平洋戦争の時の同盟国ですよ。お、日本が戦った相手ですよ、はい、ね、うんうんうん、ですからそれがまあ、また復活してくるって今度相手は中国だってことですよ。うん、これはこれで強力なんだけれども、はい、しかし日本が参加するかどうかという話をね、うん、あんまり軽々しく言ってもらっちゃ困るなと。うん、それは各国いろいろ、はい、事情もあるし、国内の事情が憲法上の制約もあるわけだし、はい、ですから仮に、集団的自衛権を行使するにしてもね、はい、それはある程度制約があることはこれ仕方がない。うん、これが日本の政策ですからね、はい、ですからその意味で、まあ、気持ちはわからないではないけれど、うん、しかし、まあ、僕個人的には、まあ、口が滑ったとは言わないが、はい、もう少し将来のことはよく考えて喋った方がいいんじゃないのと思いますけどね。うん、ただ方向性として間違ってるとは言いませんよ。はい、うん、ただことの進め方としてというところですね。そうそうそう、うん、まだ国内の事情が煮詰まってない。軍人の話ではなくて政治の話だと思いますね。あ、うん、まあ、今集団的自衛権の行使という話もありましたけれども、はい、まあ、これ、まあ、オーカスの枠組みはある意味でこう想定されるのはかつての冷戦期の欧州の NATO に近づいていくわけですか。そうですね。でも NATO ほど広範ではないですよね。数としては3カ国でしょ、はい、これにニュージーランドとかカナダがね、うんうんうん、まあ、これ要するに旧英連邦ですよね。そうですね、うん、ですからそういう形で広がっていくのかどうかも含めてまだ未知数だと思いますから、はい、NATO というふうに一緒に見るのはあれですよね、ちょっと行き過ぎかといって、じゃあ日米安保条約二国間だけのものかと言われればそうではないですよね、はい、じゃあこの地域でその NATO みたいな多国間の安全保障の枠組みを作るべきなのかという議論はもちろんあるでしょうけども、私は NATO とは状況まるで違うんでね、それはソ連があって、はい、ね、それで、ある程度、価値観も、はい、それから政治体制も、似た国々が入ってくるっていうならそれはわかるけども、まあ、東アジア、インド太平洋全部含めてもですね、まだそういう状況じゃないし、はい、これからもそうじゃないと思いますから、むしろ、オーカスはオーカス、はい、クワッドはクワッド、ね、政治も経済も軍事も、まあ、いろんな枠組みがあって、いろんなその重層的なですね、はい、枠組みが重なり合って、一つの抑止力を作っていくと、うん、いうことがおそらくあるべき姿でしょうし、それしかならないと思います。あ、うん、ですからそのオーカスを、はい、どこまで広げるかとかいう議論はね、うんうんうん、それはその全体の中でどれだけどこまでが一番最も効果的な重層的な抑止の枠組みなのかどうかということの議論の中で出てくることだと思うんです。ある意味モザイクを重ね合わせていくみたいな形、うん、まあ、モザイクというか、になるんですかね、あの
包括的な NATO みたいなものはどっちみち作れないわけですから、じゃあそれに代わるものとしてどのような形が一番現実的で最も効果的なのかということを考えないとね、ただ単にこれで広げればいいってもんでも私はないと思います、だからこのヨーロッパの国々のこうコミット、イギリスはこうしてオーカスで入ってきたりもしますが、はいはい、他方あのフランスはそうそうこの間の日本との間で、まあ、2プラス2のそのあの手前になる、ね、実務者たちの協議ってものが行われたりして、ね、まあ、フランスにもね、はい、ちゃんとあの太平洋 の中に領土があってですね、はい、太平洋艦隊まであるわけですから、太平洋艦隊がある、どのくらい大きいか知らないけどね、はい、ですからその意味ではあのフランスも当然関心がある、としてインド太平洋地域というのはこれどう考えても他の地域いい悪いはあんまり言いたくないけども、はい、やはり国際的に考えて最もまあ、マーケットが大きい、そしてしかも経済成長が見込まれて、はい、でダイナミックな部分ですよね、そこに、今のようにヨーロッパ特に、まあ、イギリスの場合は EU から出ちゃったからしょうがないけれども、フランスだって、はい、ドイツがこれからどうするかは別としてですね、アジア太平洋インド太平洋地域に対する関心ってのは当然深まるわけですよ、日本とアメリカと欧州がいろいろ考えてやっている、はい、イギリスも入ってくるので、フランスは、うん、何にも関心ないの、そんなはずないですよね、うん、中国をどのように、付き合っていくか、はい、しか牽制していくかも含めてですね、これからヨーロッパの一部の国々は当然このクワッドに入るのか、はい、それとも TPP 的な形で来るのか、ね、あれも、はい、あのいわゆる重層的な枠組み一つですから、そういった意味でいろんな手段がある、その中で一番各国がやりやすいものから、やはりインド太平洋地域への関心が深まっていくんじゃないかなという気がしますね。じゃあ日本としては、そういうこうとっつきやすいいろんな枠組みを用意しておくっていうのは大事なことですか？そうですね。ですから TPP もだからこそ残したわけでしょ。それは正しかったと思いますね、イレブンの形で、はい、ですから あまり軍事同盟だけというわけでもいかないんで、経済だけではもちろんダメですけども、はい、いくつかのオプションを常に持っていて、そして、状況が熟したものから拡大をしていくと、いうことが望ましい。初めからあの NATO みたいなものを作ろうなと思ったら絶対無理ですから、私は難しいと思います、はい、さあそして続いてのニュースこちらです。アフガニスタンと10カ国が協議、ロシアがタリバンと実務関係を強化。ロシアと中国、イランなど合わせて10カ国は20日、アフガニスタンのタリバン政権高官を交えた高官級会合をモスクワで開催しました。イスラム主義組織タリバンが実権を掌握したことを新しい現実として捉え、アフガンと実務的な関係を強化していくことで一致したとのことです。暫定政権樹立のタリバンに対して一定の歩み寄りを示したという解説、それはね、やはり各国みんな事情は微妙に違うけれども、中国にせよインドにせよ、はい、タリバンの裏にいるのはパキスタンですからね、そしてあそこでもし、はい、アフガニスタンがまた混乱が生じてどっかにエアポケットができる、もしくは力の空白ができればね、はい、当然新しいテロの可能性ってのが出てきて、それはもちろんアメリカも関心があるけども、はい、じゃあ実は一番恐ろしいと思ってるのはもしかしたらロシアかもしれない、チェチェンを持っているね、はい、もしくはウイグルを持っている中国かもしれない、そういう意味ではアメリカとタリバンの関係ってのはまだうまくいってないですから、はい、その意味でロシアがスススススと入ってきて、でまあ、パッ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 とこう、鬼の犬間のなんてあるんですか、なんていうんですかね、主催をしたということなんでしょう、はい、だけどね、だけどロシアさん、あんたさ、うん、1979年どっか行かない、入ってきませんでしたと、ソ連の時代かもしれないけど、はい、あんたあそこでやったんじゃん、一回大失敗超えたじゃないですかと、どのつら下げてやってんだっていう感じもしないでもないんだけど、そのくらいやっぱりむしろなんていうかな、はい、能動的にやってるというよりはですよ、彼らにとっては一つ間違えたらアフガニスタンがまた大きなロシアの国内、特にチェチェンも含めてですけど、問題になりうるということを考えて、
ある程度防御的な部分もあるんじゃないかなと、はい、いう意味では面白い動きだなと思いました。そうするとあのかつてのそのね、戦車を連ねてというようなああいうような勇ましいことにはならず、やられるもんならやってみろってなんて雷鳴あったじゃないですか、この間あれで結局あのロシアソ連にとっては、はい、ベトナムになったわけですからね、泥沼化したわけですね。それであの実はソ連が潰れていくわけですから、うん、それを考えるとね、そんな簡単じゃない。ただしまあやってる人はね、はい、もっと KGB だからね、やっぱり DNA まだ変わんないのかね。なるほど、よくわからんわ。これ中国としても経済的なメリットを求めてというような話もありますけど、ありますけれども、私はそれよりも、うん、あのやはり安全保障、特にウイグルの問題を念頭に置いた動きを、中国は中国でロシアとは違う観点から進めているはずだと、はい、なるほど。その辺でまあ利害が一致するので、こうやって一緒にたまたまね、たまたまと、でアメリカがまだ動けない状況ですから、買ってやったけれども、これはまだ序の口ですよね。なるほど、これから本格的な攻めぎ合いが始まると思います。以上、おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。パウエル元アメリカ国務長官、アメリカで黒人として初めて国務長官と軍の制服組トップの統合参謀本部議長を務めたパウエル元国務長官が今月18日に亡くなりました。84歳でした。死因は新型コロナウイルス感染による合併症だったとのことです。パウエル氏は1991年の湾岸戦争を勝利に導いたことで知られるほか、黒人のオバマ元大統領やオースティン国防長官らに指導層への道を切り開きました。もともとジャマイカ移民の、ね、息子さん、やっぱりアメリカンドリームをね、はい、体現した人ですよね。だってこの人、軍はもともと人種差別ひどかったわけですよね。それで、はい、アフリカ系の人がまあ軍人として入るんだけれども、別にあの陸軍士官学校ウエストポイント卒業でもない、はい、確かにニューヨーク私立大学の出身ですよね、はい、それで、まあ、勉強して入って、そして頭角を現しですね、最後は国務長官だったわけですからね、はい、これはあのやはりアメリカのアメリカ、まあ、いい意味でも良き時代の、そのアメリカンドリームを体現した一つの例ですよね。私は個人的にもあの息子さんよく知ってるんで、とってもあのいい家族ですよね。ですからあのちょっと非常に個人的なショックだったんですけれども、はい、しかし、まあ、ああいう形であのいい意味でね、共和党の中のその穏健で、はい、中道で、決してリベラルではないけれども、しっかりとしたあの政治家、ステイトマンですよね。それが、まあ、今回一人亡くなったという意味では大きいですよね、はい、これをあの歴代の大統領、それから政治家みんな惜しんでね、そうですね、追悼哀悼の意を表しているのにもかかわらず、一人だけ変なことを言う人がいますよね、名前は言いませんけどね。やっぱそういう時代に共和党がなっちゃったのは非常に残念だなという気がします。それからあともう一つ言いたいのは、やっぱりこの人はね、格言が多いんで有名なんですよ。で確かにね、あのあれだけのアメリカ陸軍を率いて、そして最終的に米軍を全部率いたわけですから、リーダーシップは素晴らしいわけですよね。で、はい、一つご紹介するとですね、リーダーシップとは何かというと、問題を解決することだと、ね、部下がね問題を持ち込んできたら、それであなたはリーダーなんで、はい、ね、もし持ち込んでこなくなったってことはね、あなたに解決する能力がないと見たか、もしくはやる気がないと、その時点であなたはもうリーダーじゃないんだよと、こういう言い方をするんですね。それからリーダーっていうのは、そのもの、すだのたこなのガチャ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 議論してもダメで、はい、とにかく単純化して物事をいい意味で、そして誰でもわかる解決策をちゃんと示すこと、これがリーダーシップだと、こう言ってるんですよ。勉強になるねと。本当ですね。思いますよ。ですからね、それは単にあの人柄もいい、そして能力もあるんだけれども、はい、ちゃんとリーダーとしての、素質を持っていて、だからこそそこまで上り詰めたんだなと、つくづく思いました。しかもその経歴、ベトナム戦争から始まりっていうところの現場で叩き上げられた感覚なんですね。そうです。そう。その現場で叩き上げた感覚を、イラク戦争では、
裏切られちゃったんですよね。人生の汚点だと、ポナウリさんご自身も振り返ってます。ね、残念だとは思います。うん、謹んでご冥福をお祈りいたします。はい、今日のキーワード、コリン・パウエル、アメリカ元国務長官でありました。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いいたします。さあ、いよいよ参りました。ここだけニューススクープアップ来たか。はい、今週は何といってもスペシャルウィーク、その鳥を飾る叫びでございます。締めですし、気合を入れていきたいと思います。では参りましょ う。この時間最後のニュースをスクープアップ。身構えましたね。なんかよくわかんないけどどうぞ。滑った。アメリカの次の駐日大使候補が日米同盟の重要性を強調。アメリカのバイデン大統領が次期駐日大使に指名したラーム・エマニュエル前シカゴ市長が20日、承認に向けたアメリカ議会上院外交委員会の公聴会で証言しました。中国の覇権主義的行動について、狙いは分断を通じた制圧だ、アメリカの戦略は結束を通じた安全保障にある、地域の結束は日米同盟の上に築かれていると述べ、インド太平洋の平和の基盤として同盟の深化深まりと防衛力増強など日本の役割に期待を表明したということです。まあ、この防衛力状況の方でもっと軍事費を出すべきだというところが見出しになったりもしますが、でも、まあ、よく勉強しているんだなという感じがしますね。このエマニュエルさんというのは、はい、まあ、民主党の中でも今いる人たちの中でも、まあ、強力な政治家だと思いますね。そしてワシントンの確か民主党政権でも、はい、首席補佐官やりましたよね。そうですね、オバマ政権の、オバマ政権ですよね、はい、それから下院議員もやってて、でその首席補佐官の後確かシカゴ市長になるわけですよね。はい、ですから地方政治もワシントンの政治も知っているという意味ではね、強力な人だと思います。その代わり、まあ、強力な分だけ敵が多いから、はい、あ、なるほど。ですから今回若干時間がかかった。だって2年間いないんですからね、大使がね。そうですよね、いかがなものかと思うけども、はい、まあ、しかしいい人がなりそうだなという気がします。まあ、日本にいるアメリカの大使というのはね、いろんな人がいましたけれども、はい、何を一番、まあ、私個人的な意見ですけども、はい、求めるかというとね、要するに役人同士で、はい、あだこだ、すだのたこだの言ってもですよ、拉致が開かないときがあるわけですよね。その時に、はい、我々からすれば、日本のことを一番よく分かっているはずの駐日アメリカ大使がですよ、はい、大統領に直接電話を入れて、それね、お宅の、安全保障関係者が言ってるかもしれないけど、実態はこうなんだよ、大統領と。こう直接言えて、そしてなるほどなと、それもあるなと、じゃあこうするかと言って、はい、本当にその政治家としてね、動いてくれる部分、これがやっぱり大きいんですよ。ですから、アメリカも決して日本のことを軽んじるどころかね、はい、私が最初に経験した在京のアメリカ大使というのはマンスフィールド大使ですよね。マンスフィールドさんって言ったら、病院のその院内総務、これも大物中の大物ですよね。その後民主党で送ってきたのは誰かっていうと、はい、確かフリッツ・マンデイル、ウォルター・マンデイルという、これ、はい、元副大統領を送ってくるわけですよね。第42代大統領、モンデールというふうにね、モンデール、日本語ではモンデールという。モンデールさんと。で、この人たちが、ね、やはり大統領と直接話せる。だからうまくいく部分があったと思います。モンデールさんは橋本総理とね、はい、確か在日米軍のことを相当議論をしてくれたわけですよね。はい、ですから今回もですね、今日米間にその大きな懸案があるわけじゃないんだけれども、やはり日本としてできることとできないことがあって、筋通さなきゃいけない時あるわけですよ。その時にね、この在日米国大使がですよ、はい、大統領に直接電話できるかどうか、これですよ、ポイントは。その点では私はいい、はい、
大使が来るんじゃないかなという気がしますけどね。まあ、あの証言の中でも地域の結束は日米同盟の上に築かれているというふうに表現をしていて、もうここがこう基礎の基礎。そう、まあ、それはあの日本大使だから当然とはいえ、だけどもあのやはりこのようなあの元々はこれ外交の人ではないですからね。ああ、この方、ね、この方はね、国内政治の人なんだけれども、はい、まあ、よくここまで勉強し、まあ一年ぐらいねずっと考えてたわけだから、うんうん、準備期間もあってと、準備期間もあったと思いますけれども、ようやく動き始めるのかなと、はい、早くしないとまた中間選挙があってそれでまたそうですね、あっという間に変わっちゃうからね、うん、早く送ってくださいよって、でもその大統領とのホットラインという意味では今挙げて、はい、くださった大使だとか、あるいは直近で覚えてるところだと、やっぱあのケネディさん、ジョン・ライン・ケネディさんは、ね、うん、オバマさんと直接話せる人だったというようなことも言われてましたけども、ね、うん、ただあの この人より現役だなっていう感じがするんですが、そのケネディさんも確かに、はい、あの有名だし、尊敬されてたと思いますけど、はい、それはあの議員ではあるわけじゃないですからね、うん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 、その点このエマヌエルさんっていうのは、まあ、はい、ワシントンの表も裏も全部知ってる人だと私は思うので、うんうん、その意味ではあの味方にすれば、はい、これ協力、うん、でもうまくいかないと大変だから、これはあのうまくこれから付き合っていかなきゃいけないと思いますけど、私は非常にいい人事じゃないかなと思ってます。うん、でこの、まあ、アメリカが、まあ、この地域に対してこう どうコミットしてくるのかというあたりで、うん、まあ、あのいろんな見方もあると思いますし、そのだんだんと引いていっているんじゃないかというような指摘もありますけれども、あのアメリカがね、はい、その冷戦直後圧倒的に強かった時期、もしくはまあ90年代ソ連が崩壊した後もね、あの頃までぐらいまではあの大体、大きな戦争を 2.5 できると豪語してたわけですよね。 2.5 それが2になってですね、だんだんあの1になってくるわけですよ、はい、そうですよね、だって中国も大きくなってるしロシアも大きくなってるわけですから、その意味ではあの別に引いてるわけじゃないんだけれども、はい、アメリカが同時に対応できる国際問題というのがそんなにあの3つも4つもいっぱいあのできるわけではない、はい、そして、特に中国がこうやって台頭してくるとなると、うん、これはもう一つですよね。そしたら中東ではあれだけあの犠牲を出しながら、はい、あまりあの成果のないに比べたらば、やはりインド太平洋地域に勢力を集中しなきゃいけないというのは、もう非常に合理的な判断だと思いますからね。ですから、引いてはいるようだけど、中東だって湾岸地域にはちゃんと残ってますからね。アフガニスタンと、それからまあシリアとか、もしかしたらイラクもこれから少し出るかもしれないけども、それとあの湾岸地域の米軍のプレゼンスが変わらないってことは、これは両立するんですよ。ですから、決してあの中東から完全に撤退してるわけでも何でもないと思います。アメリカの世界戦略は続くんですけれども、はい、やはり重点がこれからテロとの戦いから、やはり中国に向いていくんだろうなということですね。それをこう、まあ、我々日本はこの位置しているところといい、うん、まあ、前線というか、そう、あの今までは、まあ、ある意味で傍観者ではなかったけれども、はい、直接の当事者では必ずしもなかったんですよ。東西冷戦にせよ、それからテロとの戦いにせよね、はい、ただインド太平洋地域においては我々は傍観者じゃありません。うん、当事者です。うん、ですからその意味ではあの好むと好まざるとにかかわらず、はい、日本がやるべき仕事っていうのはこれから増えることはあっても減ることはないと思います。そこには当然だから日本の意向というか日本がどうしたいんだっていうのが問われていくわけですね。そう巻き込まれ論とかじゃないわけですね。そうなんです。日本がどうやって生き残るか、そしてそのために日本が持っているリソースをどのように配分するか、はい、社会保障にももちろんお金回さなきゃいけないわけですからね。そしたら当然アメリカとうまくいかない時だってあるわけですよ。その時にいるのが大使でしょと。こうなる、もっとも大使に頼るようじゃダメなんだけれども、でも実際には強力な大使が来ればですね、はい、そこも一つのチャンネルになりうると。いう意味では外交的には手段が広がるということだと思います。それこそモンデールさんの時代に、まあ、あの、
普天間飛行場の問題があったりとか、はい、あるいはあの少女が暴行されたっていう痛ましい事件があった、うん、日米同盟がどうなるって時にやっぱりそこで存在感があったわけです。ありましたね。やはりそれがあの副大統領じゃなくてただの職業外交官だったらばどうかって言ったら大統領に電話で話せませんよ。それは無理です、うん。スクープアップアメリカの次の駐日大使候補のお話、そして日米同盟、はい、この地域の話までいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。